はい、どうも買取チャンネルです。今回は1906年に発行された記念切手、博仁立体式記念切手について買取相場や概要を紹介していきたいと思います。この動画では前半に切手の概要について、後半に買取相場について紹介していきたいと思います。博仁立体式記念切手とは1916年に発行された記念切手の一種で、後の昭和天皇に即位される博仁様が立体紙の儀を受けたことを記念して発行された記念切手となっています。発行された額面の種類は 1.5 銭、3銭、10銭の3種類です。 1.5 銭にはおしどりの文様がデザインされ647万2000枚発行されました。3銭は 1.5 銭と同じおしどりの文様がデザインされているんですけど、インクの色が異なるので見分けは簡単につきます。そして3銭切手は576万2000枚発行されました。そして10銭切手なんですけど、こちらはプレミア切手としても非常に有名な1枚となっています。儀式の冠がデザインされていることから、コレクター間では冠と呼ばれていて、発行枚数はわずか8万6000枚に抑えられています。そのため10銭切手は非常に希少性が高く、他の額面と比べても圧倒的に高い価値を持っています。ではそんな博仁立体式記念切手の買取相場を紹介していきます。先に注意なんですけど、あくまでも買取業者による買取査定金額を想定した金額なので、通常の価値評価金額よりも低い金額となっています。博仁立体式記念切手の買取相場ですが、投稿時点での取引事例を確認する限り、 1.5 銭と3銭の価値はほぼ同等で、30から50円前後が買取相場の基準となるでしょう。一方で10銭切手の買取相場なんですけど、単体で1万円前後の買取相場が基準となってきます。ただし10銭切手に関してはひときわ価値が高いことから、状態が良くさらに買取が強い業者であれば5万円以上の買取価格も期待できることです。こうして見てみると10銭切手の価値がひときわ高いということがわかるかと思います。博仁立体式記念切手の買取相場については以上です。買取相場は状態によって大きく上下することから、正しい価値を判断することが困難なので、見つけ次第専門家に無料査定の依頼をして相談することをお勧めします。また切手は保管状態によって劣化する恐れがありますので、見つけた際には丁寧な保管を心がけるようにしましょう。最後に博仁立体式記念切手をネットで売却することについての可否について紹介します。まず売却価格だけで言うと、買取に出すよりも自分で出品した方が高い価格で売ることが可能です。じゃあ自分で売却した方がおすすめかと言われると、10銭切手であれば高く売却できるのでおすすめと言えます。ただし注意点もありまして、こういったコレクターアイテムは状態の判断が基本的に難しいので、正しい価値で出品できるかどうかという問題があります。当然下手な出品をすればトラブルに発展する可能性もありますし、適正価格で売れなければ手数料を考慮すると結果として買取よりも利益が下がる可能性もあります。また10銭切手のような非常に高額な商品となってくると、きちっと高く売るには売却する側の信頼も重要になってきます。なのでネットでの出品方法を心得ていて、適正な情報を伝えた上で出品できる自信があれば自分で売却した方がいいと言えるんですけど、自信がなければ買取業者に依頼するのもいいかなとは思います。ただし買取業者に依頼する場合は必ず相見積もりは取りましょう。ちなみに 1.5 銭と3銭切手に関してなんですけど、送料などの手数料を考えると満足のいく利益を出すこと自体が困難なので、まとめて買取業者に売却した方がおすすめです。以上が博仁立体式記念切手の概要や買取相場についてでした。この動画の情報は切手カタログやフリマやオークションサイト等における取引事例、スタンプ買取 .net という切手買取情報サイトを参考にさせてもらっています。情報サイトに関しては概要欄にリンクを貼っておきますので、他の切手についても知りたければそちらも参考にしてみてください。ここまでのご視聴誠にありがとうございました。